まあ、技能実習と同様に季節性のある分野である農業や漁業ですね、これを育成就労計画の認定を受けることで派遣の形態で育成就労を実施することができます。ただまあ、就労計画は派遣先ごとに派遣時期等を含めて作成する必要もあります。以上です。